一歩が大丈夫でしょうか。ちゃんとしたカメラ一人だけ消えされてて今のところ難しいですからね。お願いします。浜田さんもいつものメンバーという感じでしょうか、ね、そうですね、はい、メイキングもとても楽しそうな姿が伝わってまいりました。 ありがとうございます。すいません、はい、本当に。ということでこれより私から皆さんに質問をしてまいります。はい、はい、今回は皆様からいただいた質問事項から抜粋して私が代表して質問を行っていきます、はい、個別の質問はお受けできかねますのでご了承お願いいたします。お願いします、はい、ではまず浜田さん、はい、メイキング拝見しましてとっても楽しそうな雰囲気だったんですけれども、はいはい、そうですね、どのような撮影現場でしたか。いや、まあ、どのようなもこのようなももうあんな感じなんですけど、まあまあいつも行ってるメンズなのでね。そうなんですよね、はい、もう気使うことなくやってましたね。撮影自体はじゃあもう本当にあんまりカメラを意識されずいつも通り、意識しなすぎて、まあ、怒られるっていうパターンでしたけど、ね、そうでしたね、はい、結構後輩からお叱り入るんですね。あ、この人はねもう平気で怒ってくるんですよ。どのタイミングか忘れましたけど、はい、友達みたいになってきちゃってるかそんな場面も、ちょっと怒るとこ怒らんとという、はしゃぎすぎちゃうところもあったということですね。はしゃぎすぎてしまいましたね。なるほど、わかりました、はい、では猪本さん、はい、ドリアンズのお二人にお伺いします、はい、現場での浜田さんはどのようなご様子でしたか、猪本さんから。いやでも浜田さんのギャグで結果発表というギャグあるんですけど、いやギャグちゃうわな、ギャグちゃう、あギャグじゃない、ギャグちゃうよ、あれ仕事やがな、お前。あ仕事あれで、あれで読んでた、お前ところどころで結果発表なんか言えへんやろあれギャグちゃうそうなんすか。あそうなんですか。あれで見ようね、一押しの方、違う違う、あれと同じぐらいの声のボリュームで、はい、ずっと撮影中は回ってましたけど、ね、ご機嫌ご機嫌、すごい楽しかったなって思いましたけど、なるほど、はい、でもなんか一部こうドスの効いた感じ の, あの 怒られたやつですよ、ね、ありましたよね。あれ1回目ですよね、ほんまの1回目このね、はい、あなるほど、 そ, そこからはじゃあ終始テンション高めで、はい、なるほど、わかりました。堤さんはいかがでしょう。はい、まあ、4月に撮らさせていただいたんですけど、はい、ちょっと山の方なので、はい、ちょっと気温もちょっと低くてですね、あそうでしたね、ちょっとまあ寒いなっていうことはあったんですけども、はい、まあ、寒いな寒いなと浜田さんおっしゃってたんですけども、はい、まあまあちょっと若干寒かったのはあるんですよ、はい、じゃあちょっとコート着ますかと、ほんならもういやもうそれはええわとカッコつけるんですよカッコつけるんですよ。いや別に ありがとうありがとうって来たらいいじゃないですか。カッコつけてへんよ。いやいやカッコつけてましたって浜田さん。だからもう僕は仕方なしにもうって言って着せるっていう感じになったんですよ。いやいやじゃないと、ね、な風邪ひいちゃうから。いやいやいや風邪ひいちゃうじゃない。いらないって言ってるのにお前が勝手かけてきただけの話よ。そうそうそう、そんなこともあって、ありました、ね、楽しく、ね、楽しくさせていただきました。熱い抱擁からのねちょっとキスなんかもあったりして。うん、もう浜田さんもやっぱ、ね、あれはもう待機の悪いとこ待機の悪いとか出ました。そんなことないですよ。もうやっぱり愛情表現愛が溢れてしまったんですね、はい、ありがとうございます。わかりました、はい、続いて平井さん。あそうですね、はい、僕らも本当 CM ってこんなに早く終わるのかっていうのが知らなくて、いやまあまあね、ポンポンポンってもうすごいスムーズで、いや、ね、いやゴルフですから、はい、別に自然にやるのでいいんじゃないの。それ別に女優さんがやってるわけちゃうんやからさ。いや CM ってでも ね朝の早朝からやっぱ夜遅くまで、いやいやだからさやってる気になっとんねん。やってる気になっとん、になっとん、そんな時間かけてやるみたいなとこない、ね、なんか一回一回こぼするんちゃう。女優さんはね痛い痛い痛い力加減おかしなくて、そうするんじゃないの。いやでも浜田さんのおかげでねこうスムーズにスンスンスンと行って、はい、1時間45分ぐらいで、そんなに、はい、だから僕まだこれドッキリやと思ってますそうですね、いやもうめちゃくちゃ分かります。猪本さん水曜日のダウンタウンやったらこれぐらいやりかねないこんなに記者さんたくさんでもありますか、ね、まだこれもかなと、まだ疑ってます。違うと思います、はい、はい、大丈夫だと思います、はい、では続いての質問です。今回の CM はアドリブが多かったと伺ったんですけれども、どのあたりがアドリブの部分なんでしょうか。浜田さんいかがでしょう。そんなやったかな。なんかショットナビ以外は全部じゃないですか。そうですよね。ショットナビ決めうちのね、ショットナビ。ショットナビっていうのは、ね、それは決めですから。あれ以外もうほぼ自由。セリフはありましたっけ。でもいやいや、そりゃそうや。そのこのシチュエーションで売ってくださいとかもうそういうことやったでしょ。はい、はい、
じゃあ浜さんドライバーお願いしますみたいな感じでしたもんね。はいはい、そう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 。いやなんかアドリブっていうか、まあほんまに普通にやらせていただいたいつも通りやった。はいはいはい。なるほど。じゃあ大体場所が決まってるくらいっていうことですかね。あとは自由に。そうですね。いやいやだからその良かれと思って喋ってんのにもうちょっと早めに喋れとか。喋れとか。そういうまあまあ、まあ、そういうもんでしょ。そういうもんですからね。時間決まってないからね。いやいやだからまあちょっと早めに喋った。注文がまあまあ。それは早すぎるとか。いやそれはもう CM ですからね。早すぎたんですよあれ実際。わかりやすそうですCM ですからわかりやすく、ね、はい。申し訳なかったと思います。すみません、はい、なるほど。そのあたりもじゃあちょっともう一度ね、はい、CM を見て皆さんも楽しんでいただければと思います、はい、で浜田さんに質問です、はい、今回のメンバーは浜田さんと特に仲のいい芸人さんと伺っているんですけれども、ね、全く売れてないんですけどね、はい、いいそこそこ頑張ってますよ、はいはいはい、もうちょっと、はいはいはい、なんと言ったらいいかちょっと受け止めないのよすいません、なんでしっかり受け止めんのよ頼ますよ。寝てないですからね。あーってあーそんなことないです。あなたが言わないとそんなことないです。後ろさん嘘つかれへんタイプ素直受け止めちゃダメです。そんなことないんですけれども、はい、そんな皆さんのこう好きなところをご紹介していただけますかという質問です。どこですか。浜田さんから皆さんこの名前をありがとうございます。ありがたい。好きなところいいところをご紹介いただけますかという質問が寄せられてます。ないです。ちょ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 どうしたんすか今日。すぐ体触ってくるの。どうしたんすか。どうしたんすか。なんすか。なんすかこっち。いやいやいや。そっちでもいいでしょ逆にもう。もはや。もはや。ないそうです。ないそうです。かなり溜めてなかったですもんね。いやもう照れてるんですよ。いっぱいありますよそら。あまあまあまあとりあえず気使えへんっていうだけの話で。もう。ね、そういう気も使わなくていい関係値って、はいはい、いや、ゴルフ行ってもそうですよ。もう僕はもうマナーを大事にしてますんで、はい、もうマナーが悪かったら注意はしますけど、はいはいはい、それぐらいのことですね。こう接待ゴルフみたいな硬い感じではない。あ、ないですないですね。あ、接待ゴルフみたいなのはないですね。はい、先輩だけど気にされないんですね。まあ、そうもう前飛びゃえっていう話でね。あ、はい、なるほど。そうですね。それ言ってくれます。ね、もうゴロゴロっと言ってももう笑ってますから。はいはい、ええやんええやんって言って、はい、前行ったやん。そう。楽しい。ゴルフ行って多分一番言うてるワードええがなですかね。我々は。ええがな。楽しもう楽しもうね。いいですね。雰囲気が良くなりますね。いやめちゃくちゃ楽しいです。楽しいです。はい。わかりました。